はい、皆さん、こちら、動画です。今回はですね、視聴者さんからの質問があったんですけど、イベント特攻キャラ。イベント特攻キャラを、とつらせた方がいいんですかと。そういった質問がありました。それについて、今回はね、答えていこうかなと思います。まあ、根拠もつけて答えていこうかなって感じで。まあ、僕なりのですけどね。はい。一応ですね、今回のイベントキャラがですね、この人、道拳ですね。これが、今回イベント特攻キャラになってます。で、結論から言うとですね、もうごとつしてあげて OK です。まあ、そのイベント特攻キャラっていうのはドロップ率を上げるんですよね、そのイベントで落ちるキャラので、その突らせることでドロップ率が上がるんですよ。なので、もうごとつを目指しちゃってください。で、まあ簡単に言えばですね、ごとつのこの衛星、これが、前の前回のイベントのキャラなんですけど、僕ごとつしました。で、ごとつすることでぶっちゃけ強いフレンドさんも来てくれます、申請くれます。で、あとはですね、大事なのはごとつしたことで覚醒玉は無駄にならんのかなと。そこは心配になる方いらっしゃると思うんですけど、大丈夫です。このごとつした分の、キャラと、この覚醒玉を、この、例えばこのリンク&連覇に食わせる分との価値は同じなので。なので、もうそのごとつのキャラをそのまま食わせてもらったら OK です。星6に食わせるにもよし。星6に食わせるとこんな感じですね。あとは実際その、例えば1凸でも2凸でも上がり幅って変わらないので、経験値の上がり幅って。なので、いつでも、どのタイミングでも、食わすことができます。で、あと、その、微調整ってのは、もう、覚醒玉で行ってかな、しゃあないんですけど、こう、イベント特攻キャラを、ごとつするのは全然損でも何でもありません。なので、後でもごとつしちゃって、幻突で食わしちゃったらいいし。まあ、メリットしかないですね、簡単に言えば。ドロップ率が上がるっていうメリットと、あと、強いフレンドさんが来てくれるっていうメリットしかないです。なので、もう素材がある方はなるべく、このごとつキャラ、ごとつキャラじゃねえ星5キャラ、イベント特攻星5キャラをとつらせちゃいましょう。そっちの方がね、イベントも効率よく回れますし、強いフレンドさんも来てくれる。まあ、あとこの動画が上がる時になると、多分あと10日ぐらいやってるかな。あと10日ぐらいでイベントが終わっちゃうんですよね。この日かな、まあ、ちょっとわからないけど、まあでもね、9日あればね、十分回れますし、土日もあるんで、そこでね、しっかりと回っていかれたらいいのかなと思います。まあ僕もね、今こんな感じで、今更ながらとつってますが、ちょっとサボってましたが、とつるのを。こんな感じでサクサクと上がるので、なのでもうごとつを目指しちゃってください。もうそしたら、もう、もうすべてがいい方向に働きます。こういう感じっすかね、簡単に言えば、今回の、説明に関しては。まあ、またこのイベント特攻キャラの件で、わからないことがあればですね、コメント欄から、バンバン、僕でよければですね、答えていきますので、バンバン質問ください。よろしくお願いします。まあ、あとね、領土戦の、パーティーなんですけども、その動画もね、近日中にちょっとね、アップしていこうかなと思ってます。その動画も楽しみにしててください。まあ、ちょっと、この子をね、ごとつさせたら動画終わりましょうかね。ごとつできるかな？素材が足りん気がする。あ、足りん。という感じで、はい、今回は終わりたいなと思います。ご視聴ありがとうございました。